結構意地悪なやつは演出なんか教えないんですけど、こういうふうにやった方がいいよ。でも、俺とあなたとは年代も違うから、あなたはあなたの若い世代で感性がいいんだから、俺のやつをパクって、あなた自分なりにアレンジしてやったらどう？とよく言ってましたからね。高橋がなりさんとかもそれで大成功してますからね。まあでも彼は演出家というか、もうビジネスマンとしては大成功してますよね。見てる方が分かんないと思うんですが、高橋がなりさんはソフトオンデマンドっていうそう AV のめちゃめちゃでかいメーカーの社長さんですけど、社長もとさん。もとテリー伊藤さんの下でテレビ番組とかを作ってた。元気が出るテレビを一緒に作ってたんですけども、まあ、演出家としての才能はね、そこそこだったんですけども、ビジネス界に転身したら、むちゃくちゃすごくなっちゃって、先週も一緒に会ったんですけども、それが今ね、鎌倉の稲村ヶ崎っていうところにホテルを作ったんですよ。この時期に鎌倉でホテルを作ったんですか？もうね、とんでもないホテル、大豪華なんですよ。サードハウスって言うんですけども、稲村ヶ崎って条例で365日ホテル経営はできないんです。できたばかりなんですけど、まだお客さんに知られてないんで、ちょっと赤字なんですよ。それがもうおかしくてしょうがなくて、あんなになんかビジ赤ネ字おスかしくてしょうがないですか？おかしいじゃないですか。あんなにビジネス大成功したのにつまずいてるから。いやー、でもがなりさんって昔なんかクレーンで50メートル上に吊り上げてエッチなことをするみたいので、すげえ大赤字こいたりとか、たまにめちゃくちゃ外すじゃないですか。あれを含めて多分ソフトオンデマンドファンはソフトオンデマンドが好きなんだと思うんですよ。普通に儲かるような、儲かるシリーズのマジックミラー号だけやり続ければそれなりにいくのに、あえてお金を使った全然外した企画をやるとこも含めて愛されるっていう、だから失敗もやっぱがなりさんの才能なんじゃないかなと僕は思うんですけど、それはそうかもわかんないね。大失敗してやっぱ狂ってるなこの会社っていう感じのロイヤリティってやっぱあると思うんで、なるほど。やっぱ全部が成功してる人って親近感ないじゃないですか。そのた通まり。に大失敗すると、それすごい人間味があるっていう。あと、マネーの虎にも出てた人です、高橋がなりさん。今、高橋がなりが稲村ヶ崎で苦戦してるのがものすごく僕は面白くて応援してるんですけどね。いや、でも最後はうまくいかせるんじゃないですか。まあ、そうでしょうね。なんだろう。チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。いやいや。黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。